少しでも県内の優秀な人材を確保しようと、企業側もあの手この手で自社の説明を丁寧に行っています。このイベントは高校生に県内企業への理解を深めてもらおうと、宮崎労働局などが毎年開いているものです。宮崎市の会場には県内に事業所を置く100社がブースを構えました。ストロー売り場には100本入りのものしかありませんでした。いい意味で普通の会社じゃないので、袋を破いてストローを1本1円で販売しました。イベントに参加したのは来年3月に卒業する県内の高校3年生およそ500人で、興味がある企業のブースで仕事内容や経営理念などを熱心に聞いていました。詳しく聞けてよかったです。最初は県外で考えてたんですけど、県内にもいい会社があって県内にしようかなと思ってます。ミスマッチを防ぐような、学生さんと企業さんが考えていることが同じ方向を向いているような就職になることによって、双方にとって最終的なメリットがあると考えております。今年3月の高校生の県内就職率は 65.2% で、去年より 0.5 ポイント低くなっています。